SR400、 はい、とりあえずですね、エンジンがかかるようにして、さらに、透過類がつくようにとしたんですが、はい、ただね、いろいろと、もうやっつけ仕事じゃないですか。あ、フロントフォークシール持ってますよ。盛りますよね。ね、うん、どれぐらいなんだろうな、置いてあったのかな。はい、とりあえずですね、これエンジンかけないと何もできないので、バッテリーがついてないので、透過類のね、確認をしたいんですが、うるさい。もう、それだけで嫌になっちゃうんですよ。で、しかもね、デコンプついてないでしょ？デコンプも配管されてないから、これはもう、いきますよ。当たって。テールライトはつかなくなってしまった。また切れちゃいましたかね、一瞬にしてね、うん、そんな感じですね。はい、うん、テールライト買ったんですよ、同じやつを、うん、ついてるのとね、もしかしたらこういうやつ、しかも水平につけなきゃいけないでしょ、これフェンダーにつけてるから水平なんですよ。そういうのはあんまりないんですよね。ナンバーステーが大体下向いてますから、てかナンバーステーいらないのかこれ。とりあえずやったんですけど、どっちをやっても特に変わんないんですよ。明るさがね、こう変わんない。二つただこう交互につく。で、配線はとりあえずやったんですけど、やったらダメじゃない、飛んじゃいましたね、多分。うん、さっきついてたんですけどね、空っぽ出した時に飛んじゃったから。あー、もう何がなん、あー、うわうわ、ブレーキランプはとりあえずつくようになりましたけど、ないのかな。もしかすると前もブレーキランプの配線しかしてなかったんですよ。テールライトの配線してなかったってことは、テールライトはもう諦めたのかもしれないですね。どうしたもんですかね、直ってないですよね。テールライトつかなきゃダメですもんね。やり直しなんです。せっかくいろいろやったのに。結局、何、新品なのにもう切れちゃったの？ああ、もう、しかも弾がどうなってんのか不安。どういう弾がついてんのかな。安物買いの全入しないってのはこういうことだよ。何これ、なんだこの弾。やっぱ平行ピンなんだ。ほら、分かります、2つあるんだけど、ほら平行なの。こんなの売ってんですかね。しかもね、中がすごいことになってる。こうね、フィラメントが普通こう出てて、こうつながってるでしょ。普通こんな感じじゃないですか。まあこんな感じか。これね、なんか重なり合ってる。もう切れてる。しかも1個ダメじゃないですか。ダメダメですね。ねえ、なんですかねこれね。いわゆる話にならない。話にならん。得体の知れないのはお断りする。これですよ、普通そうですよね。あ、なんかちょっとあれだな、お断りっていうね、うん、なんでもかんでも受けちゃあかん。ただ問題はこれだと大きいから当たっちゃうんですよ、多分ね。これ入れてもダメでしょ。仮に入ったとしても閉まんないね。当たるよこれ、どう考えたって。こういうね、うん、なんだろうな、この
案の定でしたね。やっぱ安物は安物、そりゃそうですよね。こんだけのものが1000円ぐらいしかしないなんてありえないですもんね。だってね、一応これアルミでしょ、本体もアルミなんですよ。これだけでなんか日本でやったらもうね 5,6 千しちゃうんじゃないかって思っちゃうよぐらい。恐るべしチョンコすごいです。結局どうすることもできない、ね、本当にもうこれっすか。切れてないかな、切れていない。このタイプですよね、短いですね。で、ここ片側飛ばしてね、で入れちゃいましょう。これしかない、ピンを飛ばすしかない。つくか、ついてくれ。嘘でもいいか。嘘じゃない。バッチリとは言わないけど、ちゃんとつくからつくようになった。もうこれしかないね、ピン飛ばしね。もうピン飛ばしで入れると、うん、しかもちゃんとバルブの方がちゃんとしてれば問題は怖いな。これがちゃんと怖いな、戻せるのかな。買っちゃいかこれは買っちゃいか。ナニゾンさんで売ってます、絶賛販売中。これについてて未だに売ってんだからかなり昔から売ってんじゃないですか。さあね、とりあえずつきましたから、もうやめたい。これやってる場合じゃない。これはね、そんなに重要な、もっと他に重要な仕事がいっぱいあるはずなんですよ。これ早くやらないといけないのに。そしたら上こっちから巻かなきゃダメかな。でね、こっちから巻かなきゃダメですよね。この青いっていうか、こう全部色のついてる配線が外に見えるのかっこ悪いですよね。とにかくね、そーっとしとかないとまた切れると嫌だろ。いや、切れるというのは電気的に新品の電気が切れるわけはないので、どうのこうのっていう話がそうです。で、フィラメント同士がなんか重なり、すぐ近くにあってくっついちゃってるっていうような感じです。いくらね、なんでもお粗末すぎるでしょ。安いから、ね、クオリティが下がるのはしょうがないんですよ。そう、当たり前です、下がります。うちだって安ければね、安い仕事を やってくれって言われれば手抜きになりますよ。っていうか無理ですよ、できないんだから。だけど欠陥品はダメですよ。作る、ね、製造業でね、安いからじゃあ欠陥品でいいやっていうことをやってしまうと、もうわけわかんないですよ。そこなんだよな。あどこなんだよ、ね、そこなんですよね、足りないのはね。たとえ安くてもここだけは譲れないっていうことを しとかないと、やっぱりいつまで経っても、あーって言われちゃうんで、ずーっとね。これ下通したらよくな、普通。はい、いい。もういい。OK。はい、完成でございます。多分、あとオイル交換して。あとガソリン入れてくれって言われてた。ガソリンかぁ。そうだよね、ほら。見てください。このバードゲージ型のテールランプ、とても素敵じゃありませんか。しかも点灯しなかったものが今ではこの通り点灯するようになりました。バッテリーがないのでエンジンかけます。はい、今ねお姉さんが通ったんですけど、私の方ずっと見てました。
行きますよ。私取ってもしょうがないじゃん。重いな。指導性へ、まっすぐ。あら、見てください。ついてますよ。ね、ついてますよね。ブレーキ的に。ほら、もう、やった。やった。ウィンカー。ほら。今までつかなかった電球たちがまた目を覚ました瞬間をご覧になりましたが、いかがでしたでしょうか。ねえ、もうピン飛ばしでもね、前のやつ、いや、じゃあ交換なんかしなくて前のやつでピン飛ばしすればよかったじゃないかって思いますよね。でもソケット見たらね、繋がってないよ、ちゃんと。もうめちゃくちゃです。これもいつ抜けるかね。ちょっとでも引っ張ったらピッて外れ、剥がれると思うんですよ。ちゃんとだって溶接って言わないか、ちゃんとハンダ付けされてないですもん。もしかしたらリベットで止まってるとかね。普通じゃないのか、常識をね、皆さん、あなたが思っているその常識にとらわれないね、新しい自由な発想ね、多様性を認める時代です。今まではその自由、誰かそんなこと言ってましたね、はい、ね、はい。でもね、あの最低限の常識を常識って言わないんだ。これがでも向こうに行ったらこれが常識なんだ。私はそういう常識の中に、そういうところには行きたくない。よくわかんないです、はい。ということで、とりあえずね、こんなもんでいいんじゃないですか。もう私、これ以上もう、あとオイル交換か。これはちょっと、後で、ね、やっておかないと。水木が休みって言ってたんで、はい、ガソリン入れるの？なんだかな、ガソリン入れといてくれって言われるね。錆びてるんですよ、なんか。いいんですか、ガソリン入れちゃっても中に。見えない、錆びてるね、錆びてるね、錆び錆びですよ。面白いですよ、これワンタッチでね。しかもなんかぐらついてるけど大丈夫かな、これ外れないの、これ外れないのかな。なんかあの4系も変なとこ止まってるんですよ。変わってますよね。うん、あのクラッチが異様に重いんでクラッチが異様に重いんですよ。これ何ですかね、この重さはね。ワイヤーがダメなんじゃないですか、雰囲気的にね。ブレーキはまあいいけど、でもフロントにブレーキスイッチついてないんですよね。押し歩き軽いんだよなさすがドランブレーキだな、うん、っていう感じでございます。ということで、SR400 のとりあえず修理、うん、やっつけてやらせていただきました。キャブのセッティングとかされしてないですけどね、大丈夫ですかね。でも乗れないからね、どうすることもできないんですよ ね、 実はね。あとね、うん、うるさいのもダメです。はい、たとえこれがあの車検取らないから関係ないって言ったとしてもね、ご近所さんはそれを許してくれないですよね。あと私もそれは常識的な、車検がないね、車検も取らないから OK っていうわけでもないですよね。レーサーだからどんな音してもいいってわけじゃないですもんね。それだって近ごあのもしね、いやこれレーサーなんですやってたら、やっぱご近所に迷惑ですもんね。すごいなこれ、靴下でですもん、フィラメント同士。ありえないですよね、こんないい加減なものをですね作っていいんですか。これプライドがないんですかないですよ、なので安ければいいんですよね、これね。あ、すごいことです、はい、ね。でもせっかくこうやってね、物を原材料を使ってこういうの作るんだったらね、まともに作った方がいいですよね。だって無駄になっちゃうから、うん、どんどんほら今はね、やっぱりこういう大切、資源を大切にしなきゃいけないですよ。使えないものこのゴミになっちゃうしね、ゴミがまた捨てるの困るじゃないですかね。うん、なのでね、いいものを作って、そして、長く使えるね、すぐ買えない捨てない、そういう風にした方がいいですよね。今そういう時代じゃなくないんですかね。あちらの国ではまだ全然そんなことないんですかね。うん、どういうところで作ってんだろうこれ。すごいなね、安ければいいと思うんじゃないですもんね。すぐ切れた、うん、クレームですかこれ。
何ぞさん対応してくれるんですかね、中に入った電気が切れちゃったんですけどってどうなのかね。もうあれほら一時クレームされる方もいらっしゃるじゃないですか。もう外れ、まあしょうがねえやと思って諦める人もいっぱいいらっしゃいますよね多分ね。でもそれに甘えちゃいけないですよね。それに甘えてああいう商売、こういう商売じゃねいけないですから、はい、ということでとりあえずね大体終わりました。よかったです。